サンマロ襲撃は7年戦争中の1758年6月、イギリス軍による水陸両用作戦。イギリス軍はブルターニュ地方のサンマロに遠征して上陸1週間後に撤収した。計画にあったサンマロ自体への襲撃は取りやめたが、多くの貨物を破壊した。第3代マールバラ公爵とサッコビル卿がイギリス陸軍の指揮を取った一方、 リチャード・ハウが艦隊を率いた。イギリスのドイツにおける同盟国を支持して、ウィリアム・ピットはメソラシとしての水陸両用作戦を思いついた。1757年の大規模なロシュフォール襲撃において、イギリスはフランスのエクス島を占領したが、ロシュフォール自体への攻撃ができないまま撤退した。ピットは敗因が指揮官にあると考え、翌年に再び、 フランス海岸に遠征する計画を立てた。1758年の初め、イギリス内閣は次の襲撃を計画、ワイト島に軍を集結させた。ピットは、ロシュフォール遠征の失敗を反省して、新しい上陸用艦艇を設計、また、軍の召集の仕方を改善して、集結に要する時間を短縮した。次なる、 目的地に漁業と知略船の港であるサンマロが選ばれたが、これはイギリス軍が英仏海峡に泊まり、フランスによる本土侵攻が起きた場合に素早く戻れることを見込んでの選択であった。現代のサンマロ6月1日に出港した遠征軍は5日にサンマロ近くのカンカル湾に到着、その夜に陸軍が上陸した。サンマロは土手道の先にあったが、 イギリス軍はその淡水源を切断しようとした。上陸して、すぐ、フランスの砲兵部隊が上陸軍を攻撃したが、イギリス艦隊の砲撃で撃退された。続いて、上陸軍はサンマロへ進軍したが、街を占領するには大規模な包囲戦が必要ということが分かった。その時間がないイギリス軍は代わりに、近くのサンセルバン港を占領。 死略船30隻と他の船舶100隻を燃やした。東のドルイコールドブルターニュに派遣された偵察部隊が相当の規模のフランス軍が接近していることを報告すると、マール・バラコーは撤退を決断11日から12日に遠征軍が再び乗船した。遠征軍はその後1週間以上三丸大きに止まり、ルアーブル、カーン、 シェルブールイコールオクトビルなど次なる目標を検討したが、いずれも実現しないまま、悪天候と補給の不足により、マールバラは帰国を決定、ポーツマスへ戻った。遠征の指揮官、第3代マールバラ公爵。彼は後にドイツへの派遣軍の指揮も取った。遠征軍はサンマロの占領に失敗したが、遠征自体は成功と考えられた。 遠征軍が出発した時点で、フランス軍はすでに気づいていたが、その時は、イギリス軍がフランドルへ向かって、ちょうどライン川を渡った、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル率いる、ドイツ軍と合流することを警戒した。目標がサンマロであることがわかると、フランスは逆に安心した。しかし、 ロシュフォール襲撃と同じく海岸への奇襲攻撃はフランスに沿岸警備への関心を高めさせ、その結果フランスの沿岸警備軍は年を越すごとに数を増やしていった。同年8月のシェルブール襲撃が成功を収めたことでトマス・ブライ率いるイギリス軍は9月に再びサンマロを襲撃したが、今度はフランス軍に目をつけられ、 3イコールカスの戦いを経て辛くも脱出したという結果となった。これにより、イギリス軍の襲撃政策は終わり、以降イギリスはドイツへ直接派兵する政策を取るようになった。また、王太子、ジョージの弟、エドワード・オーガスタスが次の遠征に参加することが公表された。ありがとうございます。